どうもショーです、今回はサブマシンガンのベクターで、ドキドキしたいと思います。で、今回ベクターなんですが、ベクターはね、サブマシンガンの中でまあ一番バランスは優れてて、まあ、ダメージ量もレンジもね十分にあるので、まあアサルトライフルにも負けないと思いますので、ね、やってみたいと思います。使うアタッチメントは、フォアグリップ、フラッシュサプレッサー、これを使っていきたいと思います。まあこれでだいぶね弾道がまっすぐになると思うんでやっていきます。で、パーク、レディアップで、早技でストーカーで、フォーカスで、この前と違ってね、オフザグリッドをちょっと入れてみたんで、まあこれはサブマシンガンなんで走り回ると思うんでね、これを使っていきたいと思います。では本編をどうぞ。どうもショーです、今回はサブマシンガンのベクターを使って戦っていきたいと思います。このサブマシンガンなんですが、おそらく今作で一番強いんじゃないかって言われる、武器なんですけども、まあ、なんといってもね、ブレのなさが、まあ、結構言われてんじゃないのかなって思うんですけど、あぶねー撃たれてる。まあ、結構ね射程もレートも高いので、まあ、この銃でちょっと少し頑張っていきたいと思います。ブレる、あぶねー、そういうのが出るとこだった、出てるけどよいしょ。さてサットコム、さあ、あと2キルでワンワンオが出るんだけど、そこでなんか変な音がしたんだよな、スナイパーか何か。よし、ワンワンオいるね。よし、ワンワンオ神、よし、隠れても無駄。さあ、弾がもうそうないね。そうそう、ちょっと敵の弾を、あーミスった。でも味方がやってくれたから、あーなー今だクソリス。よし、プレイバック、味方もめちゃくちゃ攻めてるね。反対に湧かないか心配だから少し見とくか。結構ねここに湧いたりもするんで怖いところではあるんだけど、いるな。あー負けた。そのレンジではなかなか勝てんな。ナイス味方。さんどこだろう。おっと、OK、ここの家の外の間際で結構戦ってるかな。上にもいなさそう。そこの一人下がったな。まあでも仲間やったみたいだ。ナイス、ドクナイス。そこもう一人いるんだよな。いる。オッケー。サットコムレディ。開け。反応上だな。お、仲間ナイス。あそこの上にはどう登るんだ。ここか。残念。いただき。さあ、また下から下がってくるのがいるけど、どうかな。 OK、 もう一回ドックかも。さっきドック簡単にやられちゃったからな、ちょっとリベンジしたいな。ナイス味方、敵さん上にいる。俺も行こう。多分明日の味方さんは行ってるのかな。いや、行ってないか。 OK、 あと25発耐えたい。アシスト、まずいな。15発しかねえな、これ。いけるかな。なかなか厳しいけど、これいった。 OK、
残り5発、まあまあいく。ナイス。おっとー、でくさー、あんなところにいたか。いいとこいるな。よし、セントリーガンここに置こう。オッケー、ダブルキル、おとりにはなったか。よし、ん、やばい。あーでも仲はないっす。さあというわけで75対43勝つことができました。まあ、見ての通りやっぱり近距離だとなかなか敵も解けるので、ぜひ皆さんも使ってみてください。では次回もご視聴ください。